久保さん矛盾矛盾とかにしときましょうか、矛盾。いや、久保さん、あの、ビジネスやってないって言いながら動画やってるじゃないですか、みたいなね。隠 <laughs> 居してるけど動画やってるじゃないですか、みたいなねうん。あの、自由な時間、動画やってるじゃないですか、いっぱい。<laughs> なんかまあ人から見ると矛盾に聞こえそうだけど矛盾じゃないんですよね。あのー、好きだからやってるっていうね、多分。うーん、多分まあ、なんだ、暇じゃなかったらやらないと思うんですよ。まあ久保さんとのリレーに関しても、例えば、まあ大体もうね、to do なんですけど、久保さんが8時以降はもう送ってこないですね。まあ寝てるからですよね。うん、そう。 寝て、だ寝ずにこれをやりとりするかっていうとしないですよね。ちゃんと寝ますよねそう。多分ね、6時回ってから来ることはほぼないですよね。久保さんからね。まあ僕も最近朝早いんで、朝、まあ、久保さんも朝クソ早いですけどね。なんか2時とかね、朝早い。<laughs> 2時か、みたいなね。でもなんかビジネス頑張ろうって言ってる人は、なんか頑張って動画撮ってね、頑張って、頑張ってやめていくっていうね。 僕たちは頑張らないけど続けられる。頑張らないから続けられる。もうだからまあ空気なんでしょうね。うん。この動画をで発信するみたいなのは。うーん。だからまあ歯磨きしてない。多分動画撮ってないと気持ち悪いみたいなレベルだとは思いますけどね。うん。でも別に、まあ、あのー、曜日によっては、なんか、いなんかその、家の行事だったりとかね。そういう時は別に撮らなくてもまあいいかなっていう。でも、 まあ、その行事事がないんだったら暇だから、髪焼きするみたいなね。うん。これ何な,なんでしょうね。これから頑張ろうとね。これから頑張って集客するぞとか、これからビジネス YouTube だ続かないっていう。僕たち続くっていうね。<laughs> そう。で、なんかもうび、久保さんはもうビジネスでも,うもういいと思うんですよ。自由で。みたいな。いやお前自由って言っときながら動画いっぱい撮ってるじゃん。みたいなうんまあ、他の人には理解できない。 ことですよねな、うん、最近はね、僕は動画の公開数、本数をあの制度してるので言われなくなりましたけど、吉田さん、寝てるんすかみたいなね。寝てるんすかみたいな。めっちゃ言われましたけど、普通に8時間ぐらい寝てますからね、僕。うん。そう。だから、逆になんだろうな、暇だからビジネスができるっていう <laughs>。 だ暇だから自由にビジネスができるっていう感じっすよね。うん。だから僕は、まあ商品売って、あの、その加工だったりとか、まあその、でもそれも結局ね、今回、まあ、あの、明日からね、商品売るんですけど、それも動画セールスなんですよ。だからこれも動画じゃないですか。なんで、なんか日々やってることと大した変わんないんですよ。商品作って売るっていうのも。だから商品作るのも動画なんで、だからこれも動画じゃないですか。だから、 なんだろうな。もう、さすがにやっぱ5年も毎月やってますし、なんかね、まあ、日々の久保さんとのやりとりと変わらないぐらいになってるんですよね、商品売るっていうことも、僕の場合はもう。だから、なんだろうな、まあ、はたからはちょっと理解できないかもしれないですけども、だから、暇だからできるっていうか、なんだろうな。うん。逆に言うと、暇だからビジネスしてないと暇になるっていうね。 そうまあ暇を楽しめればいいんですけど、ぼーっとた,っとただしてるだけを楽しめっていうのは、僕はちょっとまだ、久保さんの流域に行くと、ただぼーっとしてるだけでの楽しめるのか分かんないですよ、隠居の世界に行くと。僕はさすがにぼーっとしてる、まあ、花とか見てね、綺麗だなとかできるんだけども、ただ、1日ぼーっとなんか8時間花を見続けるとか、ちょっと無理ですね、僕は。 花を8時間見続けて、ああ、綺麗な花だな、みたいな。ずっと花を見続けるみたいな。ちょっとさすがにそれは無理ですね、僕は。うん。さすがになんか違うことしたいですね。<laughs> ま一瞬だったらいいんですよ。30分とか、小1時間とかだったら、ああ、今日も天気がいいな、花が咲いてるな、ぐらいだといいんだけど、8時間それをぼーっとしてるやれって言われたと、ちょっと僕は無理ですね。うん。まあちょっと隠居の世界に行くと、まあ、それも、 いけるのかもかわんそうでもね頭を動かしてないともうなんか頭を動かしないとなんか24時間何かを考えてないとなんか気持ち悪いレベルになってるんでだ常に次商品何しようかなとかどうやって売っていこうかなとかどう,やどういう風うにやっていこうかなっていうのをなんかの考えてないとダメみたいなだからなんだろうな一般の人と合わないんですよねだから全然感覚値が。 うんだから久保さんの言っている話も一般の人には響きづらいですし僕が言ってることも一般の人に響きづらいと思うんですけどもでもその局地が違うのでしょうがないですよねうんステージが違うんでうんだからまあでも逆に言うとステージが違うからこそうーんなんか聞く価値があるのかなっていう逆に言うとねステージが違うからこそ だから久保さんの話をも僕聞ける理由ってやっぱ久保さんは僕よりもっと上に行っちゃってるんであそういう考え方があるんだみたいなねなんか発見があるわけですよ。で久保さんも、うん僕,とうん、僕はもう常にガリガリビジネスやってますからあ昔そういうことやってたなーみたいな懐かしいなみたいな吉田さんまたやってんのかみたいなね <laughs> <laughs> そなんかその違う、うん、僕も隠居でねあのなんかやってたら多分ねあんまりちょっと面白くないと思いますよね。 ちょうどいいんじゃないですかね、このバランス感覚が。隠居とビジネスマンのこの対話みたいな。<laughs> だからちょうどいいと思いますね。だからその,ううあの、ワクチンに関しても、あの、打たない、打つっていうね、この、この、ね、僕も最初打たない派だったんですけど、打たなくてもいいなっていう、でも打ったんで、でももう打った派になったんで、だからこれまたいいじゃないですか、これって。 僕はあの,あの一般の人じゃないんで打ったことを武器に使ってきますけどねあはっきり言ってもうブログのネタにもしてるし、まあ、動画のネタにもしてるし、まあ、あのセールスのネタにもするんでワクチン打ったことに関しては一般の人と違いますから使い方がワクチンの使い方はそんな使い方しないですからね <laughs> 金に変えてきますからねもうワクチン打ったことですら金に変えますからそうぐらいね金の亡者なんですけど いやでもね、それぐらいその、どういうふうにお金を稼ぐかっていうのを、まあ、久保さんの領域に行ったら別に考えなくてもいいんだけども、そこに行くまでは、24時間365日考えて、いろんなことを、あの、どうやったらお金稼げるかなっていうのを考えて実行しないとダメだと思いますよ。なぜならば、人生の一番の大きな問題っていうのは僕はお金だと思います。お金と人間関係だと思うんですけども、 ただ人間関係に関してもお金があれば人間関係立てるんで。例えば会社との人間関係も別に辞めちゃえばその人間関係ないじゃないですか。で、なんでその会社を辞められないのかっていうとお金の問題があるからですよね。いや、吉田さん、会社辞めたら給料を補填してくれるんですかと。って話じゃないですか。じゃ毎月自分で100万稼げてたらその会社の人間関係のトラブルいらなくないですかって話で。 だから人間関係の問題も実はお金があるとほとんど解決できたりするわけですよだから人生の一番の問題っていうのはお金なんでその大きな問題のお金の問題に対してもう365日僕は考えるっていうのは僕は正しいと思いますなぜ正しいのかっていうと一番大きい問題だからですでも一番大きい問題なのに一番考えてないっていうのが一般の人なんでなんでだろうなってで考えてなんかいろいろ言うとお金の亡者ですかとか ゲバですかみたいなねなねんか言うわけじゃないですかじゃああなたはお金に一生困らないんですかっていう話で僕は困ってるから誰よりも考えるしうんねえ矛盾ですね久保 <laughs> さん一番お金に困っみんな一番問題はお金だと思うんだけどもそこを一番考えないっていう何なんでしょうね矛盾ですねいってらっしゃい